タマラ、トミー・リン、シッチはアメリカ合衆国の女性プロレスリングマネージャー。ニュージャージー州、マタワン出身。1990年代の WWF では、夫のクリス・キャンディードラのマネージャーとして、サニーの別名で活躍。近年の WWE における、ディーバの元祖の一人とされている。テネシー大学在学中の1993年。 ハイスクール時代からのボーイフレンドだったクリス・キャンディードの後を追ってプロレス業界にデビュー。当時はタミー・リン・フィッチと名乗りジム・コルネットの主催するテネシー州ノックスビルのスモーキー・マウンテン・レスリングにてヒールのポジションで活動。キャンディード及びブライアン・リーのマネージャーを担当し SMW ・ SM タック・オーザめを巡る彼らとロックン・ロール・エクスプレスの構想に介入した。 1994年下期、タマラ・マーフィーの名で、レポーターとして WWF に登場。ほどなくして、サニーと改名し、スキップのリングネームで WWF に参戦した、クリス・キャンディードと合体。フィットネスのインストラクターをギミックとしたヒールの、ダンジョデオ・ザ・ボディドナーズを結成する。後に、スキップのタッグパートナーとして、ジップが加入してからは、 1996年3月31日のレッスルマニア12にて彼らを WWF 世界タッグ王者に導いた。スキップジップと仲間割れ後はビリーとバートのスモーキングアンズなどのマネージャーを経てベビーフェイスに転向。テレビや雑誌、広告物など各種のメディアにも頻繁に登場し AOL のザ・モースとダウンロダド・ウーマンにもなって世界的な名声を獲得した。 PPV では、ゲストリングアナウンサーや、特別レフェリーに起用されて花を添え、ロード2000として復活した、リージョン・オブ・ドゥームのマネージャーも務めたが、ペインキラー中毒などの諸問題のため、1998年7月に、WWF を解雇された。その後は名義を、本名のタミー・リンシッチに戻し、ECW にて、クリス・キャンディードと再合体。ランスストームや、 シェーン・ダグラスなど、キャンディードの構想相手が引き連れていた、女性マネージャーとの対立アングルも組まれ、彼女のパロディとして、タミリン・ビッチを名乗っていたドーン・マリーや、フランシーンを相手にキャットファイトを展開した。1999年に ECW を離れ、2000年にはキャンディードと共に WCW と契約。ペイズリーと構想するが、再びドラッグ問題を起こし、 短期間で解雇されている。以後、2000年代前半は USA プロレスリングなどのインディー団体に時折出場していた。2005年4月28日のクリス・キャンディード死去後は6月10日に開催された ECW のリユニオンイベントハードコアホームカミングにテリー・ファンクのマネージャーとして登場。以降はインディー団体へのスポット出場を精力的に開始しサブウや ライノライシダブの名優をはじめ、キングコングバンディ、レックスルガー、ティトサンタナなどレジェンドのマネージャー役も担当した。2007年12月10日、RAW15 周年記念番組のオープニングセグメントに、トリプル H の紹介で出演、久々の WWE 登場を果たしている。同年12月22日には、地元ニュージャージーの女子プロレス団体、WSU で、 世界王座を獲得。翌2008年は、ローに、たびたび登場した。2009年4月5日の、レッスルマニア XXV では、ミスレッスルマニアを決定する、ディーババトルロイヤルに出場。2011年には、過去の功績を称え、存命の人物としては、史上最年少で、WWE 殿堂に迎えられた。ありがとうございます。